はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2024年福祉住環境コーディネーター2級のテキストの43回目となります。それはですね、外出のための屋外整備についてやっていきたいと思います。福祉住環境コーディネーター2級の43です。聞き流し、外出のための屋外整備についてです。1番です。建築基準法上の必要な段差として床面が木造である場合は、最下階の床面は 直下の地面からどれだけの間隔を取らないといけないでしょうか ?450 ミリ以上ですね。45センチ以上を直下の地面から間隔を取らないといけないということに、まあ、建築基準法上ではなっています。2番です。また何を設けないといけないでしょうか床下換気口ですね。まあ、湿気がまあ溜まりにくくするものですね。床下の換気口を まあ、あの、一緒に取り付けないといけないということになります。3番です。道路境界線と敷地の境界線には多くの場合、L 字口が設置され、立ち上がり部分に段差があります。L 字口というのはですね、この右の写真の中のこういうものですね。まあ、よくある、ありますよね、えー。道路の境界線と敷地の境界線のね、こういう、うん、埋まってい埋まってるんでね、L ってちょっとわかりにくいですが。この L ですね。 L 事項。これを解消するために、どんな方法が、立ち上がり部分に段差がありますよね。これを解消するために、えー、どんな方法がありますか二つ答えましょう。一、はい、つが、スロープを仮置きする。ですね、えー。この真ん中の写真が、えー、スロープを置いてるんですね。まあ、これ仮置きというかですね。まあ、すぐに外せるといったことなんで、仮置きという書いてますけれども、 こういったものを置いて、えー、まあ、段差の解消をする。そしてもう一つが、うん、L 字項を切り下げするということですね。えー、この一番下の写真が切り下げてるんですね。えー、もと,もとは L 字項というものがあって、ここに段があったんですが、えー、これ段がないように切り下げてるんですね。 境界線をですね、切り下げている。ただし、この切り下げのをやるにはですね、えー、切り下げのための申請が必要となります。この二つの方法があります。4番です。アプローチにおける段差への対応法は何があるでしょうか階段や屋外スロープを設置するということですね。5番です。スロープの設置において、勾配はできるだけ緩やかな方がいいです。 一般的には、どれほどの勾配にするのがいいでしょうかはい、えー、12分の1から15分の1を基本とする、ですね。まあ、これ、どういうことかというと、米、まあ、印なんですが、1二分の1の勾配とは、1メートルの高さを上がるのに、水平距離がメ12メートル必要なこと、ですね。えー、1メートル上がるのに、 横、まあスロープとしては12メートルが必要なんですよという、これが12分の1の勾配となります。6番です。建築基準法では GL、えー、地盤面から1階の FL、床面の高さまでを450ミリ以上にするよう定められており、この高低差を解消するには12分の1の勾配と15分の1の勾配ではどれだけ水平距離が必要でしょうか はい、12分の1の勾配の方は5400ミ、mm、リですね。54センチということですね。ごめんなさい。5メートル40センチですね。54センチではありません。5メートル40センチ。そして、15分の1の勾配の方は6メートル、6メートル75センチですね。6750ミ、mm、リ、6メートル75センチが勾配には必要となります。7番です。 玄関ドアの前からスロープを始める場合は、玄関の出入り口の前に何を設けないといけないでしょうかはい。1500ミリ四方程度の水平面ですね。えー、これ右下にあるちょっと写真というか図なんですけれども、これ私が書いたものですが、えー、ここがですね、えー、玄関だと思ってください。 玄関玄関から、えー、門扉ですね。えー、アプローチにかけて、スロープがあるとします。下っているスロープですね。えークロ、スロープがあります。で、その下がる時にですね、えー、玄関の出入り口前に、ここですね、えー、1500ミリ地方程度の水平面が必要。いきなり下がってはだめなんですね。 ここに1500ミリ四方程度の水平面が必要ですよということになります。8番です。スロープの設置距離が長くなり折り返す場合、折り返し部分には何を設けないといけないでしょうか 1500ミリ四方程度の水平面ですね。踊り場なんですが、えー、このね、えー、図ではまあ一直線に下までスロープが降りてますが、なかなかね、そういった距離が取れないという場合もありますよね。そういう場合は、こう、どっかでですね、えー、折り返すときに、折り返しの踊り場に、やはり1500ミリ四方程度の水平面を作らないといけないということになります。9番です。スロープの通路幅。 は、どれだけを確保するのが良いでしょうか ?900 ミリ以上、90センチ以上は、スロープの幅は必要となります。10番です。自走式車椅子の場合は、どれだけを確保するのが良いでしょうか ?1000 ミリ程度ですね、えー。1メートルは必要となります。11番です。また、車椅子の脱輪を防止するために、 スロープの両側の縁に何を設けるのが良いでしょうか ?50 ミリ以上の立ち上がり、または柵ですね。まあ、脱輪を防ぐために、えー、まあ、5センチ以上のスロープの立ち上がりとか、もしくは柵が必要ですよということになります。12番です。玄関周辺にスペースが十分にない場合などは、 どんな方法で動線を確保するでしょうかこの右の写真なんかですね、えー、明らかにスロープがありますが、ここ玄関ではないですよね。こういうような場合ですね。玄関に、えー、スロープを作る十分なスペースがない場合、どうするでしょうかはい、えー、寝室の吐き出し窓にスロープで出入りする動線を確保するですね。まあ、ここが、ま、ああの、 寝室の吐き出し窓なのか分かりませんが、まあ、寝室の吐き出し窓としたら、ここから出てですね、えー、スロープを下るという、そういう動線を確保することが必要となります。13番です。プローチに階段を設ける際には、階段の寸法はどんなものが適当とされるでしょうか 毛上げ寸法。110から160ミリ程度。11センチから16センチ程度ですね。すね毛上げ寸法というのは階段のこう上がったところですね。えー、高さとも言えますけれども。階段の高さが、えー、110から160ミリ程度必要です。そして、えー、踏みずら寸法。踏みずらいうのは階段の、まあ、足をこう置くところですね。踏むところですね。踏む面と書いて踏みずらと言いますが、その寸法は 300から330ミリ程度ですね。30センチから33センチ程度は必要となります。14番です。アプローチの階段には安全を考慮してどんな配慮を行うのが良いでしょうか ?2 つ答えましょう。段花部分には踏み面と異なる色のものを用いるですね。段花というのは階段の、まあ,あ、尖ってる部分ですね。えー、こう。 とこう曲がってる部分ですね。上がりっぱなしのところ。あそこを段花というんですが、そこは踏み面ですね。えー、階段がこう水平になって踏むところですね。そこと、異なる色のものを用いるのが良いですね。そして、えー、踏み面はノンスリップ加工ですね。ノンスリップ加工のタイルにする。まあ、滑りにくいようにするですね。 で、段バナが踏みずらと異なる色のものにするというのは、ここに階段がありますよと、階段の段ですよということを分からせるために、こういった工夫をします。15番です。アプローチの手すりについては、歩行が不安定な高齢者や障害者が、雨天や荷物を持った場合を考え、どんな配慮を行うのが良いでしょうか。短いスロープや、二から三段の階段でも手すりを取り付ける。 アプローチというのはもう完全に外になりますのでね、そこに設置する手すりについては、本当にですね、短いスロープでも手すりや、まあ、2、3段の階段でも手すりを取り付けるのが良い。 やはり滑りやすいですね。あの少ない階段,やったり階段だったりです、ねえー、短いスロープでもです、ね、歩行が不安定な高齢者とか障害者は、やはり、えー、雨天とかです、ね、荷物を持った場合は転倒する危険性が高いんでね、こういったことをする必要があります。16番です。S3 の取り付け高さを答えましょう。スロープは、えー、斜め、斜面の床面から。 階段は段バナから測って750から800ミリが目安です。えー、斜面床面。とか、えー、段バナから75センチから80センチが目安となります。17番です。手すりの太さを答えましょう。直径32から36ミリが標準となっています。まあ、一番握りやすい直径と言えますね。32から36ミリです。18番です。 手すりの素材は何を選ぶのが良いでしょうか、えー、樹脂、被覆性などですね。握った際に繁殖の良いものですね、えー。動画の以前の動画でも出ましたが、金属製にするとですね、夏は暑くてもう触りにくい。そして冬は冷たすぎるということがあるんでね、金属製はなるべく避けた方が良い,いとなります。えー、樹脂の え、に覆われたものだとですね、握った際に特にこう、暑くも寒くもなくですね、えー、こう、滑りにくくですね、感触が良いということもあるんで、まあ、できたら樹脂被覆性などを選ぶ方が良いと言えます。19番です。アプローチの仕上げについて注意点を4つ答えましょう。はい、1つ目が、飛び石などの敷石は使用しない。あの、最初に言っておきますが、アプローチというのは、 玄関から門扉までの間のことですね。えー、昨今ですね、まああの、アパートであったり、まあ、マンションであったり、えーこう、アプローチというものがあまりない家が増えましたが、そういうことですね。門扉から玄関まで距離の距離をアプローチと言います、えー。その仕上げの注意点ですね。1個目が飛び石などの敷石は使用しない。なぜならば、えー、5ミリを超える段差になると転倒する危険性があります。 えー、暗いとですね、段差が確認しにくくなるため余計に点灯する可能性がありますんでね、えー、飛び石などの敷石は使用しない方がいい。二つ目が、1針張りの仕上げは粗いものにする。ですね。えー、雨や雪に濡れても滑りにくい仕上げにすることが、えー、点灯防止のために重要となります。三つ目が、コンクリート開いたなどの置き敷きは避けるということですね。 これは、雨天時に地盤が緩むと、平板いたが、まあ、置きっぱなしの場合は、ガタつくんですね。グラグラするという形。そして、えー、目地幅ですね。平板いたと平板いたの間に、まあ、少し隙間があると思うんですけれども、それが大きいと、歩行のテンポや歩幅を、まあ、その、 開いたを踏むようにするためにこう調整しないといけないですね。そういったことで転倒しやすくなりますんでね、えー。開いたなどの置き時期は避けるということ。四つ目ですが、壁、植え込みへの配慮ですね。アプローチに面した壁は手をついたり体が触れても怪我をしないように滑らかな仕上げにするのが重要です。 そして、植え込みなどはですね、えー、適宜剪定や整理をしてですね、まあ、体に触れても邪魔にならないとか、怪我をしないような、そういったこう配慮をしておくことが重要となります、えー。これからですね、アプローチの証明についてちょっと見ていきたいと思います。20番です。アプローチから玄関までの距離が長い場合には、歩行者が安全に移動できるよう何を設置するのが良いでしょうか 屋外灯ですね。屋外灯を設置するのが良いです。21番です。転倒の危険性がある階段の上がり口と下がり口に何を設置すると良いでしょうか足元灯ですね、えー。特にですね、階段の上がり口、そして下がり口ですね。そこはまあやっぱりこう、足元がしっかり明るく見えていないとつまずく危険性が高いんでね、えー、足元灯を設置するのが良いですね。22番です。 動線部分の明るさはどうすると良いでしょうかはい。動線部分は明るさは均一にする。ですね。もう歩いて動くところですね。動線部分というのは。まあ、なぜ均一にしないといけないかというとですね、えー。動線部分に暗いところがあると、そこが段差だと感じましてですね。あの、それもですね、点灯する危険性になるんでね。えー、動線部分、動く、動いて丸く部分は、 まあ明るさは均一にするのが良いと言われています。23様です。プローチの証明では人感センサーは明るさを確保する目的と他に何があるでしょうか防犯目的ですね、えー。人感センサーというのは人を感知して証明をつけるうー、まあ、道具というか機械なんですけれども、これには もちろん明るさを確保するという目的と、えー、防犯ですね。えー、不審者を、こう、まあ、あの、来た、触れた時にとかね、不審者がいた時にそこを照らしてくれるという役割がありますんでね、防犯目的があります。24番です。車椅子利用者が自動車を利用する場合の配慮を答えましょう。えー、まず、運転席に乗車する場合ですが、運転席までの通路幅や運転席のドアを 全開にできるスペースを確保する。ということですね。えー、車椅子利用者が自動車を利用する場合の配慮の続きです。25番です。通車スペースの床面はどうするのが良いでしょうか車椅子からスムーズに乗降できるよう、通車スペースの床面は平坦にする。ですね、えー。26番です。電動車椅子を使う場合の注意点を答えましょう。 屋外に保管する場合は、保管場所に屋外用コンセントを設置するか、バッテリーを取り外して屋内で充電するかを決めておくですね。細かいようですが、こういったところまで,ですね、保管場所もどこにするのかとか、バッテリーを取り外して屋内で充電するのか、まあ、屋外に保管場所を作ってですね、そこでコンセントを設置して、まあ、充電するのかとかですね、そういったことも、電動車椅子の場合は決めておくことが良いですね。 えー、福祉住環境コーディネーター2級の試験対策として、今回は外出のための屋外整備という内容で動画を作っています。まあ、住環境整備のことでですね、えー、外出のための、まあ、アプローチであったり、階段であったりですね、そういったもの、スロープを作ったりということ、かなりですね、これは試験に出ます、えー。福祉住環境コーディネーターの試験では、まあ、あの、本当にこう、本丸というかですね、 えこういうことを知らないとむしろダメなんでね、えー、絶対にここは押さえておいてください。えー、何度何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、流ら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、毎日毎日コツコツやることで必ず力はつきます、なので、えー、しっかり勉強してください。 はい、複、え、数、ー、環境コーディネーター2級の試験対策動画、まだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。